いものになります。それは説明しますか。それはうまさだけではない。あ、なるほど。すごい難しいですよね。ね、でもなんかやっぱり他のね、メンバーさんがもちろん慶応義塾大学セオナープログラム、慶応義塾大学アスリート鏡の前アカオフィス、青山高校大学ユニフォームスタッフ、青山高校大学ユニフォームスタッフ、明治大学テレビのトキャ、中央大学エミニー、大喜利大学大中、はい、高等専門学校 A マイナー、同志大学 STH 全部で、はい、ございましたね。それではここでシークレットゲストを岩井さんとドライブさんにも登場していただきましょう。どうぞー。楽しい写真撮ってくださいね。もう行きたいと思います。それでは10人目となるベストプレスター賞とは、審査員が選んだ受賞が最も魅力的だった審査に贈られます。受賞チームは株式会社アマスクイーズより湯沢屋商事券5000円をプレゼントします。プレゼンターにアマスクイーズ竹川特典店長の由美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。それでは発表いたします。シングル2022フレッシュ Day2 ベストドレッサー賞を発表いたします。ユニドル2022フレッシュ Day2 ベストドレッサー賞に輝いたのは、お願いします。
たりとか、お客さんたちが投票してくださったりとか、すごいありがとうございます。会さんからの結果速報になります。アングリッドさんは見事準優勝、並びにベストドレッサー賞のダブル受賞、本当におめでとうございました。ステージ終了直後のお礼メッセージになります。出場されました3名の方々です。アングリッドさんは2番目、18時20
分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。サイリウムカラーの色は白でした。セットリスト3曲になります。カウントダウン企画になります。10月29日イベント出演情報です。